矢光峠前景奥には丹沢三方が見える。陶器は路面凍結することもある。大仙と矢光峠県道70号から見た名の課題と富士山。矢光峠は神奈川県道70号。旗の清川線にある海抜761メートルの峠である。安部は神奈川県秦野市寺山地内に位置する。矢光という漢字を当てることもあるが、カタカナ表記が 一般的。矢光峠は、丹沢山地内で数少ない南北をつなぐ車道の峠で、他には犬越路がある。しかし、犬越路南側の犬越路林道と北側の上野川林道は一般車両通行禁止のため、矢光峠は丹沢山地唯一の南北をつなぐ一般車両通行可能な峠である。峠を挟んだ宮ヶ瀬湖までの神奈川県道70号。 秦の清川線は車同士がすれ違うのもままならないほど狭い箇所が多い。峠から秦野川は距離が短い分車度は最大10%程度と急である。小田急小田原線秦野駅より神奈川中央交通西による路線バスがあり、東の竹や大前への登山道が通じているため休日は登山者で賑わう。秦野川から矢光峠までの途中には なの課題があり、駐車場、トイレ、相模湾が見渡せる木造展望台がある。また、自転車飛力ライムの練習場所としても人気があり、神奈川県所属の競輪選手も街道練習によく取り入れている。ただし地元民からは、遠方から訪れる自転車愛好者の交通安全も問題視されており、沿道には自転車のマナー向上を呼びかける掲示が多く見られる。なお、 肌野から矢光峠への道は、氷矢光、宮ヶ瀬から矢光峠への道は、裏矢光と呼称されることもある。矢光の地名については、かつて、飼の国の武田氏と小田原の御北条氏が争った、三瀬峠の戦いにおいて用いられた矢光が、矢光峠の西側にある、旧矢光峠を回収した際に発見されたことに、由来すると言われる。また、 合戦で餓死した兵の亡霊がガキとなってさまよい、食物をあさっているため、峠越えをする旅人は急に空腹となり、歩行困難に陥るため、食物を峠に備えて越えなければならないとされている。他に、アイヌ語の野別だという説もある。ありがとうございます。